1000万と10万間違えちゃって、これちゃんと注意すればプラス10ぐらい、次頑張りましょう。今ね、ゼロになった。え、ほんと100点一言だけでも一気に感情が変わるよね。今日のメニューはこちら。このシチュエーションでかける言葉がわかりますか？落ち込んでいる人を励ましたい。仕事がうまくいって喜んでいる人に話しかけたい。日頃の感謝を伝えたい。皆さんも一緒に考えてくださいね。頑張ってね。こんにちは、のぶこです。よろしく。こんにちは、エイミーです。よろしく。エイミーちゃん、私ね、昔からずっと日本の文化大好きで、もう一つ日本人のことを好きな原因はみんな優しいですよ。仕事を失敗した時に、あ、大丈夫ですよ、気にしなくていいですよって言われて、その瞬間私の心がふわって、うわー、気持ちすっきり。ああ、あるある。なんかそのね、一言だけでも一気に感情が変わるよね。あ、じゃあ今日はそうやって言われて嬉しい言葉を勉強しようかな。おー、助かる。それじゃあ最初は仕事で失敗して落ち込んでることにしようかな。落ち込んでる人になるんで、私をちょっとのぶこちゃんが励まして、気持ちが晴れたと思ったら100点を出すので、この100点を目指して私を励ましてちょうだい。うお、難しそう。そう、落ち込んでるからマイナス50ぐらい。じゃあ行きます。大失敗しちゃった。もう仕事辞めようかな。大丈夫ですよ。何の仕事ですか？経理。もう間違えて1000万と10万間違えちゃって、すっごい怒られちゃって、才能ないのかな私。大丈夫ですよ。今度またこれちゃんと注意すればいいじゃないでしょうか。あ、まあね、注意がねすればまたできるかな。今プラス10ぐらい。最近体調悪くない？エミちゃんが体調悪いから、多分その一瞬間違っちゃったかな。睡眠不足だったなっていうのは確かにある。ちょっと今マイナス30ぐらいだやべえ。次頑張りましょう。まあ、そうだよね、次頑張ればいいよね。うんうん、お、今のことを忘れて飲みに行こうか。うん、飲んでね。あの、元気出せばまたうまくいくかもしんないもんね。今ね、ゼロになった。来週ディズニーランド行きましょうか。わー、それ頑張れる。今80点。チケット買ってあげるよ。え、ほんと100点すごいいや、超面白いいや、いろんな方法がありますね。先ほど私がちょっとお金というかね、物で釣られた感があったんだけど、まあ、励ましの言葉としては、例えば、君なら大丈夫だよ、あんまり無理しないでね、いつも頑張ってるね、私も昔はそうだったよ、そういう言葉をかけてあげると励まされるんでいいと思います。共感するとか褒めるとか、それはいいですね。そうだね、共感とね、褒めるっていうのが大事だよね。よし、じゃあ次のシチュエーションに行くよ。あの、仕事がうまくいって喜んでるんで、その人をねぎらう言葉をかけてあげてください。じゃあ行くよ。やったー、プレゼンがうまくいって見事勝ち取ったよ。やったー、もう1週間ずっと寝ないで頑張ってきたからな。やったー、すごい、お疲れ様、ありがとう。10点。低いな。1週間ずっと徹夜して頑張った、企画ですから、この結果あって正しいです。正しい？やばいやばい、どうしよう、みんな助けて。プレゼンしてる時の私どうだった？見てなかったマイナス20点プレゼンをした時にとっても感情が入ってきて、その熱が、情熱を感じた。多分部長もそう感じましたので、この成績、この結果が出るのはもちろんですよ。そうかな。
プラス35点。お疲れ様の会いきますか。嬉しい。そんないいのに。ありがとう。いや、じゃあみんなスタッフ一緒にお祝いしましょうか。うわ、ほんとすごい。のぶかちゃん太っ腹。これからまだ頑張ることがあるよ。これだけじゃないよ。もっと頑張ってね。はい。おいしいもん食べて頑張ります。またお金で解決。いや、社会人になったら多分お金で解決することが多いかな。すごい強い。言葉でね、褒めるとしたら、例えばプレゼンの時すごいかっこよかったよとか、あのプレゼンの資料めっちゃセンス良かった。普通センスがいいってファッションとか、ね、見た目を表す時使うんですよ私は。そうそうそう。他にもこうやってプレゼン資料とか会話のセンスがいいとか言葉にも使えるかも。なるほど。あとはその人を褒める言葉として、いやー、あなた頑張り屋さんだもんねとか、努力家だもんねとか、その人の性格を褒めたりしたらね、多分もっとテンション上がると思う。あと他にも簡単にもうよくやったねってのことを言ってあげてもいいかも、うん、よくやった、グッジョブみたいな。例えば、あなたしかできないよとか。お、これは魔法な言葉ですよ。あなたしかできない。うん、って言われたらやっぱ嬉しいよね。じゃあ、最後のシチュエーションはお金で解決しないで、言葉でやってもらおうかな。それでは、最後のシチュエーションは、日頃の感謝を言葉でかけてみてください。いつもありがとう。いや、そんないいのに改まって言わなくたって。プラス15。エミリちゃんのおかげで、皆さん、私も日本語いっぱい勉強できて、嬉しいですよ。本当に、エミリさん、いないとやばいぞ。いないとやばいなって嬉しい。プラス15。本当に、エミリちゃんのおかげで、私の、日本語は N2 から N1 まで上がって大変助かりました。こちらこそ、その改めて言われるとやったかいがあります。プラス20。どんどん行く。そろそろ100エピソードになるから、ずっとやっていただいて感謝しております。こちらこそいつもありがとうだよ。プラス20。エミちゃん、本当にありがたいです。あるでしょ。ごめん、いっぱいあるけど、でもわざわざ急に褒めるのは難しい。あと一声。なんか私の性格ないの、性格。エミちゃん、いつでも優しく対応してくれてありがとうございました。よし、100点。もう急にって言われると出てこなくなっちゃうよね。さっき言ったみたいに、もう見た目をなんかこう可愛いとか、あとかっこいいとか、若々しい、頑張り屋さんだねとか、面白いねとか、さすがはのぶこちゃんだよね、いつもありがとうとか、私がいるのものぶこちゃんのおかげ、あといつも笑顔を見るとこっちも明るくなるとか、一緒にいて楽しいとか、そういうね、褒め言葉も OK だよ。すごい多いな、褒め言葉って。さすが忘れちゃった。こういうふうにいっぱいいっぱい褒めて、私の心配はなんかこの人がちょっと偽のもんっぽくない、絶対裏がある。次の言葉、ちょっとお金借りていいんですかって言われそう。確かにね、言い方も大事だよね。あとタイミング、あんまりずっとダラダラって褒めるとなんかこう裏があるんじゃないかなと思うかもしれないけど、まあそこはね、相手の反応を見てどんぐらいまで褒めるかは決めるといいんじゃないかな。でも、まあ、言わないよりは絶対言った方がいいと思うので、こういう言葉は積極的に使うのがおすすめです。はい、私も頑張ります。うん、のぶかちゃん、今日も可愛くて面白くて楽しかった。本当ありがとね。ありがとう、嬉しい。それじゃあ皆さん、またね。いつもありがとう。ありがとう。まだあるかな。
ちょっとそんな褒めることがない人みたいに言わないで。あるでしょ、いっぱい。エミちゃん、今日の服装は可愛くない？ありがとう。そう、今日だけですごい今半年分ぐらい褒められた気がする。